い、こんにちは。グッドテスト TV のひろとです。本日もレビュー動画になりますね。リクエストいただいてました製品です。はい、クールグリースペリシアエクストラハードです。お値段が 210g で現在のアマゾン価格が1495円、そして 87g の小さいサイズが1193円でアマゾンで販売されてますね。ということでこちら購入するなら大きいサイズの方がだいぶお買い得なんですけど、今手元にあるのは 87g の小さい方のサイズになりますね。でこれもですね、結構リクエスト多かったですね。気になってますってコメントかなり多かったやつになります。こちらはですね、クールグリースペリシアってことで、その名の通り製造販売元が株式会社坂本厚生堂さんになるんですけど、販売元が日理株式会社さんってことでね、普通のクールグリースシリーズとかクックグリースとかとはまたちょっと別物って感じになるんですかね。そんなペリシアのエクストラハードなんですけど、こちら特徴としてはですね、これ結構硬かったですね。使用感としてはクックグリースとか、まあそっち系の坂本製のファイバーなしグリースの使用感だなっていう感じはするんですけど、まあ坂本製のこの手のタイプのテクスチャーの中でもね、これ 1,2 を争うくらい硬いんじゃないかなと、そんな印象でしたね。今まで紹介した坂本製のファイバーなしグリースタイプの中だと、このクールグリース G1 がね、これが個人的には一番硬いかなと思ってたんですけど、今回のこのペリシアエクストラハードはですね、これと同じか、もしかしたらちょっとこっちの方が硬いんじゃないかって思うくらいね、それくらいハードでしたね。こちら水気が少ないテクスチャーなんで、どうしても硬いは硬いんですけど、それでも伸びは良くてですね、髪につけてもそこまでベトベトせずにですね、程よい重さでスーパーハードに決まるっていうね、そんな感じですかね。まさにハードに決めるバーバースタイルにはぴったりのグリースで、皆さん注目されてたのもね、わかるなっていう感じでしたね。ということで今回はそんなクールグリースペリシアエクストラハード、こちらを詳しくレビューしていこうと思いますんで、よかったら最後までご視聴ください。はい、パッケージはまずこんな感じですね。ご覧いただいてるのは 87g の小さい方のサイズになるんですが、容器は多分クックグリースとかと同じですかね。プラスチック製で、蓋とか底の部分とかは角張っておらず、少し丸みを帯びたような形状になってます。デザインはこのエクストラハードはレッド基調になってますね。ちなみにもう一つ、これより説得力が弱いペリシアハードは同じデザインでブルー基調になってます。この側面のしましま模様がね、ザ・床屋って感じがしてね、バーバースタイル好きからするとちょっと惹かれるものがありますよね。ちなみにこのクールグリースペリシアのペリシアっていうのはラテン語で熟練っていう意味だそうですね。その通りね、外観もどこかちょっと渋めなデザインとなってますね。はい、蓋を開けてみたいと思います。色は薄いオレンジもしくはゴールドみたいな感じですかね。指に取ってみるとねっとり系のテクスチャーで、決してすくいにくいっていうことはないんですけど、でもやっぱこの時点でね、もう結構固めだなっていうのがわかるような感じですね。そしてファイバーなしタイプになってるので、ネバついたりとか糸を引くような感じはありません。さらに水っ気もどちらかというと少なめになってるので、スルッと伸びていくような感じはあんまりなく、どっちかというとブチッブチッとしたね、こう固形感というか塊感みたいのが強いなという感じがします。広げてみてもスーッと簡単に伸びていくような感じではなく、やっぱり結構硬いですね。力を入れながら伸ばしていくような感じです。ムラなく均等には伸びていくんですけど、広がったテクスチャーも何度も言う通りあんまり水っ気がないんでね、こうベタっとしてるっていうよりは、どっちかっていうとこうサラッとした感じさえするような、そんなイメージですね。そしてこちら香りがですね、公式サイトにはオリエンタルブーケの香りって書いてあったんですけど、まあそうですね、高級感あるフローラル系の香りだと思うんですけど、はい、こちら、これまだね、レビュー動画出してないんですけど、バルバ東京のオリジナルポマード、コメントでもあったんですけど、巷ではね、これとこれが同じ香りっていうね、噂があるんで、ちょっと今日はね、はっきりさせたいと思います。はい、中身はこんな感じですね。これはね、この2つはですね、同じ香りでいいと思いますね。まあでもね、こうやって嗅いでみても、こっちのバルバ東京の方が匂いが明らかに強いですね。髪につけてみても、こっちはポマードらしいしっかりとした匂いを発するんですけど、こっちのペリシアのエクストラハードはですね、もうちょっとほんのりとしたふわっと系のね、そんな強さになってますね。まあ香水系の香りだと思うんですけど、まあ少し甘さを感じるようなエキゾチックな匂いでね、どっちかっていうとやっぱ男らしいような、そんなイメージの匂いかなと思います。なんかね、個人的には大人の男性が乗ってる高級車の車内
械の匂いみたいな ね、なんかそんなイメージですね。まあそんなきつい匂いの種類強さじゃないので、まあさりげない感じでね、非常にかっこいいんじゃないかなと思いますね。はい、続いて髪につけてみた時の使用感です。硬く、どちらかというと水気が少ないテクスチャーになるかと思うんで、さすがに簡単に髪にスーッと馴染んでいくような感じはなく、つけ始めだけやっぱちょっと硬いなっていう感じはするんですけど、全体に馴染んでいってからはベタッとこびりつくような、まとわりつくような感じなんかは全然なく、つけてても手のひらなんかもね、むしろこうサラッとしてくるような、そんなさっぱり感さえ感じるようなね、そんなイメージですかね。そんな感じで硬いんだけど癖は少ない、ねっとりなんだけどさっぱり系のテクスチャーみたいなね、そんなイメージなので、コームの通りも良好で割と引っかからずスーッと取っていくと思います。そしてこちら坂本厚生堂さんが作るグリースということで、やっぱりこう髪につけてもパリッと固まってくるような、そんな使用感ではないですね。こうねっとりとしたしなやかな、つけた直後の使用感がずっと続くようなね、そんな感じなんですけど、僕はですねこれ同系統の坂本製のグリースに比べるとベタつき感とか重さはねそんなにないんじゃないかなと思いましたね。まあこちらグリースなんですけど、いかにも水分たっぷり含んでますみたいなね、そんなテクスチャーではないので、髪につけてもねそんなに重たくならないんですよね。ブロッシュとかドアーズみたいにね、こうつけて時間経つとこう表面がパリッと固まってコーティングされるような感じではないんですけど、それでもですねちょっと時間経つと乾いて表面がこう軽くなるというかね、ベタつき感が軽減されるような、そんな感じがしましたね。あとはですね、セット力、ホールド力、維持力とかそういった強さはですね、これもう申し分なく強いと思います。これならどんな髪質の方でも満足できるハードさがあるんじゃないかなと思うんですけど、何度も言う通りこれパリッと固まってこないので、この使用感っていうのはね好みが分かれるところかなと思いますね。一度セットした髪の毛が時間経ってもこう良くも悪くもこうやって手で触ればいつでも動かせるようなね、そんな感じですね。そしてツヤもしっかりと強めに出て、これぞバーバースタイルって感じの仕上がりになると思います。つける量にもよりますが、時間が経っても乾いてツヤ感が飛んでいくようなこともないので、しっかりと一日中ツヤをキープさせたいっていう方にはすごく向いてると思います。そしてこちら水溶性のグリースなんで、洗い落としももちろん簡単になってますね。はい、ということで今回のクールグリースペリシアエクストラハード、やっぱねこう坂本製のこの手のタイプのテクスチャーの中でも、僕はこれねかなりトップクラスに硬いんじゃないかなと思いましたね。まあ、冒頭にも言いましたけど、個人的にはこのクックよりも硬く、このチャンネルで紹介した中では一番硬かったんじゃないかと思うこの G1 と同じか、もしかしたらこっちの方が硬いかなってくらいね、それくらいハードでしたね。そしてこちらパリッと固まらない系のハードグリースということで、パリッと固まる系のポマードとはまた違うったね、しなやかなホールド感とか再セット力、それからツヤの持続力とかがあってね、これもまたかっこいいバーバースタイルに仕上がるスタイリング剤の一つかなと思いますね。まあ、個人的にはですねこれ思った以上に重くなかったっていうのが良かったですね。もっとこうベタっと重たく残るのかなと、こう毛量覆い傾けの感じなのかなと思ってたんですけど、まあ、確かにベタつかなくはないんですけど、それでもこのテクスチャーの硬さとか水気の少なさっていうのがね、いい感じのこうベタつき感の軽減、軽さに繋がっててね、僕みたいなちょっとこう潰れてきやすい髪質でもねすごく使いやすかったですね。皆さんもよかったらぜひ使ってみてください。はい、こんな感じで今回はこちらクールグリースペリシアエクストラハードのレビューをしてみました。このチャンネルではメンズスタイリング剤レビューを中心に配信していますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。またコメントでレビューしてほしいスタイリング剤のリクエストも随時お待ちしております。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。